高原川東船津の商店街上岡町は、かつて岐阜県吉木郡にあった町。1950年6月10日に船津町と阿蘇野村、袖川村が合併して誕生した。2004年2月1日に吉木郡の古川町、宮川村、河合村と合併して、東となった。岐阜県の北東端に位置し、山岳に囲まれた菓子団久に市街地がある。 河縁を産出し、遺痛体い,痛い病の原因となった上岡鉱山があり、この町は特に近世以降は、鉱山の町として栄えた。市街地を神通川の支流高原側と、そのさらに支流の吉田川、山田川が流れ、また町の北部には同じく高原川の支流である、後津川が流れている。後津川の支流の一つだ方屋川上流に、山の村地区があるが、川沿いに道はなく、 市街地から1 0トル以上離れている上どこから、行くにも峠越えになり、陶器になると往来可能な道が一つだけになるため、年々過疎化が進んでいる。室町時代に、上岡を含む、高原郷を支配したのは、幕府万所執事伊勢市に近かった江馬市であった。江馬市は町内にあたる高原諏訪城を居城として、高原郷内に、いくつかの市場を設けていたが、 戦国時代に入ると同じ日田国内の三氏との対立を深め、最後には三氏に従うこととなった。しかし、天正十三年には、豊臣秀吉の家臣である金森長近によって三氏も降伏させられ、江馬氏も同時に滅びることとなった。金森氏が初めて日田に入ったのは天正十四年のことであった。金森氏は日田国を治めるにあたって、 モズミムネサダを登用するなどして、資源の開発に力を注いだので、当地の高、文六年間、慶長年間にはモズミ銀山が最盛期を迎え、当時は千個以上の家々があったと言われるが、その後、モズミ銀山は衰退し、個数も激減を見ることとなった。当庁の鉱山が再び賑わいを見せるようになるのは、江戸時代のことで、これは江戸幕府が財政難のため、 地下資源の開発を命じたことによる。もずみ銀山だけでなく数サホ銀山も人口が増加し、再びこの地の鉱山が活気ついたのである。明治初期、上岡の鉱山採掘は、未だ冷災な山市が、それぞれ数項を持ち行うといった形態であったが、その後三井組が次々に、それらの山市から鉱を買収していき、ついに1886年には、数サホべてを、 ついで1889年には、モズミのすべてを手に入れ、これをもって、上岡鉱山全山が、三井の所有となったのである。以来三井は、上岡鉱山に多くの資本を投入して、最先端の技術による大規模な採掘を行うところとなるが、後にはカドミウムが、高原川から下流の神通川に流入し、遺体遺体病を発生させることとなった。 1983年、鉱山跡地の一つを利用して、上尾勘でというニュートリの観測所が作られた。1996年には、スーパー上尾んでが稼働し、上尾勘での跡地には、カムランドが作られた。富山県ネ郡細入村の井の谷駅から高原川を遡る形で、上岡の中心部まで1 9 9トルの上岡鉄道上岡線が伸びていた。 列車は1日におよそ10往復運行されていて、うち3往復は、上岡の市街地にあたる奥飛田温泉口駅から、上岡鉱山前駅までのみの運転となっていた。2006年12月1日に廃線。日騨上岡駅は、旧船津町の奥飛田温泉口駅は、旧阿蘇布村の中心に近い。また、上岡軌道やすごろく、金木湖森林鉄道も、町内を走っていた。 町の西部で国道41号が高原川と上岡鉄道に沿って通っている。町内にはその他国道471号が通っている。冬季には道路は通行止めになる箇所が出る。高速道路一般国道主要地報道一般県道林道ありがとうございます。